皆さん、念願の、もう念願に待ったバレンタインウェンディでございます。えぐい、死ぬ気で当てます。はい、どもらいです。今回ですね、バレンタインデートでカフェは大忙しの、キャラ評価をしていこうと思います。まあ、こちらですね、まあ、バレンタイン、イベントになってるんですけど、一応ね2種類、ガチャが来ていまして、まあ、ジェラールとコブラの、ガチャとウェンディのガチャという感じで来てるんですけど、まあ、名前が違うので、一応ね別々に、紹介していこうと思います。まずはちょっとジェラールとコブラから、紹介していこうと思います。この意見はあくまで個人的な意見ですので、あまり鵜呑みにせず参考程度にしてください。はい、ということでまずは新規ジェラールの方を評価していこうと思います。まずステータスはですね、攻撃力と素早さが、装備上の効果で上がっております。まあ、かなり攻撃力の高いキャラになってまして、まあそうですね、火力型のキャラになっているっていう感じですね。装備魔法流星の誓い、味方全体攻撃力速度特大アップ&クリティカル確定&自分攻撃力光闇属性攻撃クリティカルダメージ大幅アップ&最高度、装備時攻撃力速度特大アップ攻撃アップで CT が3ですね。でリーダースキルで、まあそうですね、光と闇属性の攻撃力 30% アップと素早さが 30% アップするので、まあ結構ね、あの光属性パとか、闇属性パの方からすると結構いい、リーダースキルになってますので、まあぜひ、使ってみてください。まあということで、ね、これはえぐいです。言っておきましょう、一旦えぐいですこれは。まあ、なんでかと言いますと、確かディマリア、6周年の時のディマリアがいるんですけど、まあ、そのディマリアの時で、確か一ターンの間クリティカル確定だったかな。まあ、それで、ね、まず味方全体をクリティカル確定にするっていうのが、多分ディマリアが最初だったんですよ。あの6周年ディマリアがね。まあ、なんですけど、それを上回るね、多分この書き方だと2ターンクリティカル確定なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、いつもこういう攻撃速度特大アップとかの時は2ターンなんですよね。1ターンの間攻撃速度特大アップって書かれてないので、多分これは2ターンなんですよ。で、クリティカル確定の時も、書かれていないということは、多分これ2ターン、クリティカル確定してくれると読み取っていいと思うんですけど、まあそうなるとかなりえぐい効果になってますね。1ターンでもクリティカル確定になるだけでも、かなりえげつないね、効果になってるんですけど、今回は2ターンということで、しかもジェラールの魔法なので、もうジェラール自体強いので、魔法を持ってればね、なのでこれは結構、優秀な、効果になってるんじゃないかなと。まあたとえこれが1ターンだとしても、十分使える、魔法になってるんじゃないかなと思います。で、あと自分の攻撃力と、光闇属性攻撃とクリティカルダメージを大幅アップできますので、まあそうですね、火力としても申し分ないかなと。でさらに最高度もついてますので、そうですね、ジェラール持ってる方とか、まあこっからジェラール当ててもいいのかなっていうぐらい、かなり強い、魔法になっております。まあこれを CT3 で打てるっていうのもね、どういうことと思うんですけど、まあそうですね、まあこんな感じで結構えげつない、効果になっております。まあそうですね、まあ味方全体にクリティカル確定を2ターンできるっていうのは、かなりえげつない効果で、効果の魔法で、さらにまあね、自分の火力を上げたりできるので、火力にもかなり期待できるかなと。でさらに最高度ついてますので、まあ、ジェラール持ってる、他のジェラール持ってるよって方は、まあ迷わず引いちゃっていいんじゃないかなと思います。まあ持ってなくてもこれはゲットしておいてもいい、魔法だと思いますので、まあ、皆さんちょっと、ゲットしてみてください。で、まあ、あと CT3 で、リーダースキルも、かなり優秀ですので、まあ、リーダーとしても使える、キャラになっております。まあ、あれですね、まあ、前回のミストガンといい、ジェラールといい、結構、強い魔法になっております。で母体としては何もなしです。はい、ということで続いては新規コブラの方を評価していこうと思います。ステータスはですね、 HP 攻撃力素早さが装備時の効果で上がっております。これはね、ステータスからしてやばいです。
まず、装備時の効果がついていないで防御力が11,400いってるっていうのがやばい。うん。で、最近、その、何ですかね、高難易度とかでも先手で攻撃されてしまって、防御力が低いキャラとかすぐやられてしまうんですよね。まあ、なので、最近は結構、耐久型のキャラとかが、高難易度に適しているという感じの環境ですので、まあ、これは結構強いんじゃないかなと。まあ、あとね、あれ4周年の時か3周年の時とかにコブラ来てたり、まあ、ちょこちょこコブラ来てるんですけど、まあ、結構ね、あの強い魔法だった気がしますので、まあ、コブラ持ってる方とかは、まあ、引いちゃってもいいんじゃないかなと思います。装備魔法毒蛇のたしなみ、敵全体に闇属性攻撃かっこ極大アンド攻撃力状態異常耐性永続大幅ダウンアンド高確率超猛毒アンド味方全体防御力状態異常耐性特大アップアンド攻撃受けるたび敵全体猛毒アンド大反射装備時 HP 攻撃力速度特大アップで CT が3ですね。いやこれまた CT3 という感じで、いやかなり強いんじゃないかなと。バレンタインイベントにしてはかなり強い、魔法なんではないかなと思います。まあそうですね、まあいいところと言いますと、正直あまり見つからないですね、こちらのコブラは。うん。まあ状態異常耐性特大アップとかは、そうですね、まあ相手がね、結構混乱とか、まあラーケイドとか、まあ結構ね、あの状態異常をかけてくるようなキャラがいるのであれば、まあ状態異常耐性特大アップっていうのはかなり強いんですけど、まあなかなかそういうキャラもね、いないので、今のところね。まあ、今後出てくる可能性はあるんですけど、今のところいないので、まあ、あまり必要ないのかなという感じですね。まあ、バトル1の時に、そういうね、キャラが来てしまうと、まあ、結局はね、あの、先手取られてしまって、あの、状態異常かけられてしまうんですよ。まあ、なので、まあ、バトル2とかの時に状態異常かけてくるキャラがいるよって時は、まあ、こういうキャラは適してるんですけど、まあ、結構使い道はなかなかないんですよね。で、まあ、そうですね。まあ、耐久型からすると結構いいんじゃないですかね。まあ、味方全体の防御力特大アップできますし、まあ、相手の攻撃力をね、あの、大幅ダウンもできますので、まあ、耐久型としてはかなり使っていけるかなという感じですね。まあ、超猛毒とか猛毒はね、正直今の環境ではあまり使えない。それこそね、なんか防御力がクソ硬いキャラがいるみたいな。今後出てくるみたいな感じでね、出てきて、まあその代わり HP は少ないよみたいなキャラの時は猛毒とか、まあ超やけどとかね、まあ超猛毒とかをかけて、その、あの持続ダメージで倒すみたいなのはできると思うんですけど、まあ今そういうキャラいないんですよね。結局 HP も高いですし、防御力も高いですし、攻撃力も高いんですよ。まあなので、まあなかなかそういうキャラはいない。まあだからそういうキャラが来たら、結構使っていけるようなキャラになるのかなとは思っております。まあそうですね、母体としてはかなり使っていけるようなキャラになってるんですけど、まあ状態異常耐性をね、大幅ダウンとか、まあ永続大幅ダウンとか、そうですね、味方全体の状態異常耐性をアップとか、まあそういうのはね、今なかなか使うタイミングがないと思いますので、まあ今ゲットするべきではないのかなと。で、まあ高確率でね、超猛毒とか、受けるたび猛毒とかがついてますけど、まあそれもね、あまり必要ないのではないかなと。今の環境ではね、まあそういう環境が来た時は使えるとは思うんですけど、今現在はあまり使えないんじゃないかなという感じですね。はい、終わり。はい、皆さん来ましたよと。もうね、ジェラールとかあのコブラの話してる間ずっとこれが気になってた。で、ウェンディですね。もうね、最近のウェンディね、ちょっと微妙な魔法が多いんですよ。まあなんですけど、まあ今回ちょっと期待して見ていこうかなと思います。まあ、新規ウェンディの方、評価していこうと思います。ステータスはですね、攻撃力、感じた。攻撃力、素早さが装備時の効果で上がっております。まあ素早さがかなり高いキャラになってますね。253ということで、まあかなり高いです。まあなかなか250超えはね、この段階でいるキャラはいないんですけど、まあこれは結構ありがたい、装備時の効果になってますね。装備魔法、満員お礼。
敵全体に、火属性攻撃かっこ極大アンド速度特大ダウンアンド攻撃力防御力速度大幅ダウンアンド効果打ち消しアンド味方全体速度全属性耐性永続大幅アップ装備時攻撃力速度特大アップ速度アップで CT が4ですね。でまあリーダースキルでスタンと混乱を高確率で無効がついてますのでまあ状態異常をかけてくるような、先手でねかけてくるようなキャラがいる場合は、まあリーダースキルとしては結構使えるのかなと思います。まあそうですね、効果としてはまあそこそこ強いんじゃないかなと思います。まずはですね、まあデバフ効果がねしっかりついていると、速度特大ダウンと速度大幅ダウンがついてますので、まあ、かなり相手の速度は下げれるのかなと。でさらに攻撃防御も、大幅ダウンできるという感じのキャラですね。でさらに効果打ち消し、まあ結構ウエンティは効果打ち消しいると思うんですけど、まあ結構っていうほどいないか。効果打ち消しはステータスダウン回復と状態異常回復は結構いるんですけど、効果打ち消しはまあそんないないかな。まあなので結構珍しい、効果ではあるのかなと。で、なんといってもここがすごい。味方全体の速度と全属性耐性を永続大幅アップで CT が4です。うん。いやーね、前回のミスとかの時も言ったんですけど、全属性耐性を永続で大幅アップできるキャラはね、なかなか貴重な、効果になってますので、で、それをさらにね、CT4 で打てるっていうのが、かなり強いんじゃないかなと。まあ、これが CT5 であれば、まあ、ちょっとね、永続なので、CT4 とかにしてほしいっていう話はすると思うんですけど、まあ、今回はちゃんと CT4 になってるので、まあ、結構効果としては、優秀なのではないかなと思います。まあ、なのでね、あとは、なんといっても、ウェンディはね、装備時の効果の速度アップっていうのがね、なかなか、確かなかったはずなんですよね。速度特大アップと、速度アップ、まあ、2段階アップが、なかったので、まあ、結構このね装備時効果も貴重なのかなと思いますので、まあ、ウェンディ使ってる方は結構嬉しいんじゃないかなと、まあ、自分もね嬉しいですてへへってで、なんといってもイラストですよ。何この可愛さ、これはゲットするしかないでしょ。ねえ、聞いてます？ねえ聞いてます？ウェンディ好きの皆さん聞いてます？これをイエスとは、イエス、もう、ねえ、えぐいですよね。うん。まあ、ということで、まあ、自分的にはイラストを見てもうゲットしようと思いました。まあ、そうですね。イラストが可愛い。以上です。というのは冗談で、まあ、そうですね。うん。まあ、なんといっても、効果打ち消しがついているのもいいですし、まあ、味方全体の速度と全属性耐性を永続大幅アップできるのは、かなり、優秀な効果になっているかなと思います。うん。かなり貴重だと思いますね、この効果は。で、あと、しっかりデバフ効果もついてますので、まあ、サポートキャラとしてもしっかり使っていけるのかなと思いますね。まあ、あと、デバフ効果ついてるのは全体攻撃なので、うん。これが縦レスとかだったらね、結構ウェンディ多いんですよね、縦レス攻撃とかが。まあ、なんですけど今回はちゃんと全体攻撃なので、結構効果としては優秀なのかなと思います。まあ、あと装備時効果ですね、速度特大アップと速度アップが2段階でついているので、うん、ここも優秀なところかなと思います。で、母体としては何もなしです。はい、ということで今回はまあね2種類の、ガチャの方を紹介していただいたっていうかね紹介させてもらったんですけど、まあそうですね、正直どっちも引いていいのかなと。うん。まあ自分的にはジェラールもかなり優秀だと思いますし、ウェンディもね、かなり優秀な効果がありましたので、まあジェラール、ウェンディ狙いでね、引くのがいいのかなと。まあコブラはね、母体としてはかなり使えると思うんですよね。やっぱ防御力が1万1000あるっていうのは、かなり優秀なところだと思いますので、母体としては使っていけるんですけど、まあなので逆に、コブラ持ってる方は、狙っていいと思うんですけど、コブラ持ってない方とか、まあ、これから狙った方がいいんですかっていう人は別に狙わなくていいと、個人的には思いました。まあ自分はねウェンディ一択です。皆さん楽しみにしていてください。じゃあの